来たよ。リバティ来た。やったじゃん。リバティ。リバティ。おお、ほら赤いランプついた。どうもこんにちは、鈴川彩子です。しかちです。本日はですね、こちら東武鉄道浅草駅にやってきてました。ね、ね今もう後ろにね。今いますけど、今日はですね、まあ、この東武鉄道の車両を満喫して、リバティスペシャル。そうなの、そうなの、もう全部行っちゃいましたけどね。SL 大樹に、乗りに行きたいと思います。そして帰りはスペーシアにも乗れますので、ね、今日はもう東武を満喫してきます。行ってきます。テゴンって書いてた。リバティだ、テゴンポだ、テゴン。6の。博物館。あ、そうそうそう、東武鉄道の博物館この前行ったね。うん、うん、その時、うん、窓で見た。あ、そう見た、ね、上がすごいでしょ、こう天井見て水面みたいな、ね、お水の中みたいなさ、こうゆらゆらしてる感じがすごい綺麗だよね。行ってきます。ここ浅草、浅草バイ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 、浅草バイバイ。見えてる、これ見えてる。あ、ほんとだ、長いね、すごいね。いいじゃん、スカイツリーも見えてるね。スカイツリー、スカイツリーの方に向かって走ってってるよ、ほら、ね、でもゆっくりだね。そうだね、まだゆっくりだね。ほら見た、赤い、ほんとだ、赤い橋。いいじゃん、これ川、川だね、川橋。うん、すごい、お、どんどん速くなってきた。どんどん速くなってきた。え、ほら、ほんと、あ、ほんとだ、ほんと、近い。すごい近い。すごい、スカイツリー。成平橋。成平橋。まるまるさん。これまた元気だ。元気だ。見れなかった。見れなかった。ボーン。みんななんか手振ってたよ今。さっき誰だ。うん、あ、日立エアコンと冷蔵庫だってよ。もうすぐ着くよ。もうすぐ SL 乗れるよ。降りるよ。はい、まず降りて。ご乗車ありがとうございました。下今市です。切り離しから下今市到着です。この後切り離ししまーす。お客様は降りた方の2番線でお待ちください。おー、切り離した。パネル感がすごい。おー、すごいね、変形だね。バイバーイ、いってらっしゃい。船橋まで、うん、ゆっくりゆく。お、奥に来ました、 SL 大樹。おー、 41、 北海道の41が、すごいんだよね、大樹は。いろんなところから、あ、七夕ついてる、ラッキー。大樹じゃないね、大樹ついてなかった。すごい、すすが最近このマークがついてんね、かっこいいね。よ、8000だよ、奥から。あ、広島車って書いてある。すごい、見て、記念乗車
ましょう。ポストカード、なんかこれ動くやつ見える？動いて見える？タタンゴトーン、タタンゴトーン、わーやつやつ、こちら、あ、これだこれだ、チェク、鬼怒川、鬼怒川、鬼怒川ですよ。チェク、すぐ通り過ぎちゃう、すぐ通り過ぎちゃうよ、鬼怒川、鬼怒川見てる、鬼怒川見てるよ、すぐ通り過ぎちゃいます。鬼怒川バイバイ。ここにも七夕のやつがあるよ。ママ、見て、なんだここ運転してるんだって思ってたの。ねえ、ここダンバー、なんで後ろになんだ。そう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 。ちょっと当てるな。ピク、気をつけてね、足元。ママと行こうか、ママと行こう。降りて。じゃあ、怖い。はい、わ、上もよいしょ。こっちにも七夕のがついてる。もらいました、もらいました。やったー。はい、ポーズ。いいじゃん。これ待って、早速転車台がね、もうあと10分もないぐらいで、あそこに転車台が来たとんじゃん。目の前だわ、見て、チェック、すごいよ、転車台目の前にあった。おー、チェック、ほら、来た来た来た、わー、これ振って、うん、ちょっとやって。体重、体重、気をつけてね。お疲れ様、ね、お疲れ様。おお、うまい。おお、お疲れ、お疲れ、ありがとう、乗せてくれて。夜もついてる、夜もついてる。おお、かっこいい。ねえねえ、なんか後ろ何運べるんだろう。ん？あれ、ヨだ。車掌車、車掌車。ヨ。ヨ。あら。来たー。イベント的な感じでね、やってくれるんだ。ゆったり？すごいね。かっこいい。ありがとう。ありがとう。なんでバイバイだな？あ、またね、また脚車くっつけて走るんだって。そう。向き変えな。私たちは乗りました。乗りました。私たちは乗りました。あ、もうあれ見て、スペシャル。お、来た。お、すごい。日光モードじゃん。あれ、茶色い。ピカピカ、すごい。やったー、嬉しい。何嬉しい？おあそこなの。やったー、やったー、ニコモーデー。ドアがすごい開くの。ドアがすごい開く、ミーンって、すごいね。お、出た、 JR 線直通新宿行きです。新宿駅、新宿行きでした。さあ、ということでですね、今からこのね、日光モーデスペーシャルに乗って JR 線直通ですから新宿まで、行きたいと思います。もう帰ります。でも個室取ってあるので個室でのびのび帰ります。お腹いっぱい、レッツゴー、レッツゴー。ねえねえ、ふわふわだよこれ。ふわふわ。ねえ、のびのび。あの、博物館でも乗ったね。博物館でも、そうだね、この前ね。ねえねえ、これ。東武博物館。おー、テーブル豪華。おー、すごーい。ねえねえ、すごい。もともとネックスやったやつ。
嬉しい。新しい。あ、ママ同期。ママ同級生よね、これ。同じデビューだから。おー。これも六号車だった。ね。やったー。愛しい。いつの間にか出発。お時もいいじゃん。ベビーカーのまま入れるんだ、ここ。ねえ。うん。よかった、よかった。あ、D10 がいて、おー。客車もついてる。中を掃除してるんだ。なんで？ねえ。まだこの後走るのかな？ママ。もう今日はおしまいかな？なんで今日もおしまいなの？ねえ、さっきも停車台でぐるぐるしてたじゃん。そう。うん。もう夕方だったら？そうだね。おしまい。おー、あ、また？また今停車台で？あ、もう帰ってきたのかな。じゃあね、蒸気機関車も寝るんじゃない。そうだよ。ありがとう、バイバイ。ありがとう、バイバイ。ありがとう、今日のお尻、バイバイ。バイバイ。ありがとう、ありがとう。一瞬電気なんかもね、消えますけど。もう交代された。これ JR。 もう次新宿だよ。やっぱり楽だね、個室はね。7番線ホームに降りましたら降りて左で1号車の方向へお進みください。6番線ホームに降りましたら降りて左で1号車の方向へお進みください。さあ、ということで、今日はですね、一日朝からまずリバティ、リバティ乗って、そう、 SL 大樹に乗って、そして今ね、スペーシアに乗って、とてもね、この東武鉄道さんのね、車両を満喫する一日でした。はい、ということで以上、東武鉄道 SL 大樹に乗ってきたでした。ありがとうございます。楽しかったです。